はい。それでは、私の発表の方を始めさせていただきたいと思います。今回は、AWS Security Hub を活用した効率的でセキュアなマルチアカウント管理というテーマでお話ししていきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日は、こちらのフローで説明の方をしていきたいと思います。はい、まずは自己紹介をさせていただきます。 NRNetcom の大林優斗と申します。ブログであったり、外部の勉強会の方でアウトプットを定期的に行っておりまして、今年の Japan AWS Junior Champions に選ばれております。業務では AWS を活用したシステムの設計であったり、開発を担当させていただいております。マルチアカウント管理の業務では、400以上ある AWS アカウントに対して統制を着させることもやっております。 ではまずは簡単にですが、セキュリティハブとは何なのか説明していきたいと思います。ハブはセキュリティ基準から逸脱したリソースがないかチェックしてくれるサービスです。このセキュリティハブ自体には AWS リソースに脆弱性がないかとか、機密性がないかとか、機密情報が含まれていないとか、そういったものをスキャンする機能はないのですが、 ガードデューティーであったり、迷彩であったり、コンフィグなどの検知結果をセキュリティハブに集約して管理してくれます。この集約して管理するのがセキュリティハブのメリットとなっています。セキュリティハブではどんな検知が出るのかといいますと、例えばルートユーザーで MFA が設定されていないですとか、セキュリティグループのインバウンドルールが 全開放になっている場合、こういった場合にセキュリティハブのマネジメントコンソール上に情報が表示され、集約されます。また、このセキュリティハブは重要度で検知の重要性を確認することができます。この重要度はセキュリティ基準によって決まりまして、重要、高、中、低の4つの重要度があります。 先ほどのスライドでは、セキュリティハブのデータソースとなるセキュリティコンプライアンス系のサービスを紹介しました。セキュリティハブはデータを集約させるだけではなくて、集約したデータを別の AWS サービスに送信することもできます。例えば、セキュリティハブの検知をセキュリティレイクに流して、データ分析につなげていくですとか、もしくは、 そうですね、ディテクティブを使用して、検知結果を詳細に調査するとか、こういった使用方法もできます。はい、ここからは、セキュリティハブの導入段階で陥りやすい課題について挙げていき、その課題に対してどう対処すべきなのか、説明していきたいと思います。はい、えまずは、どのように統制を効かせていくかという,ふう,という課題です。 今回はガイドラインのみのパターンとガイドラインとガードレールを組み合わせたこのパターンの2つのパターンを比較してみたいと思います。重要性の観点、柔軟性の観点ではガードレールを採用しない分ガイドラインのみのの方が開発の柔軟性は高いです。ただ ガードレールを実装することで、統制を効かせつつ、ある程度の柔軟性を確保した開発の環境を整えることができます。次に、コンプライアンスの観点では、ガイドラインのみだと、コンプライアンス遵守のっていうのは、各チームであったり、その開発チーム、個人個人に依存しますので、ですので、より統制を効かせたい場合は、ガイドラインプラスガードレールの 統制方法を選択するのが良いです。また、コストの観点では、ガイドラインのみだと、各チームが非効率なリソース利用を行った場合、コストが増加する可能性があります。はい。はい、で、一方で、ガードレールを導入することで、 ガードレール実装におけるまあ初期コストっていうのはかかってしまいますが非効率なリソース利用を防ぐことができますこのスライドの内容をまとめますと重要性コンプライアンスコストの観点またアカウント管理者として最終的にどのように統制を効かせていきたいのかというところを考えて統制方法を選択する必要があります 次に、セキュリティハブを有効化しないリージョンへの対応について説明していきたいと思います。セキュリティハブは、基本的に使用するすべてのリージョンで有効化しておきたいサービスです。では、使用しないリージョンはどう対応したらいいのかといいますと、結論 SCP で操作を制限して、意図しないリージョンでのリソース作成を防ぐのが最善です。 たまにありますのが、あの、意図したリージョンで操作をしていたつもりだったが、実際は意図しないリージョンで操作をしていたパターンです。このパターンをすることで何が起きるかといいますと、意図しないリージョンで <laughs> リソースが作成されて、攻撃を受けているにもかかわらず、セキュリティ検知の仕組みを実装していないので、攻撃に気づかないといったことが起きます。 こういったことを防ぐために使用しないリージョンでは SCP を使用して操作を制限するのがいいと思います次にセキュリティハブを導入した場合の組織構成について説明していきます今回は情報セキュリティ担当者であったり監査人がセキュリティハブのスコアを見ることと 見ることを前提としていますので、監査アカウントのセキュリティハブに各アカウントの検知結果を集約しております。この構成によって、監査アカウントのセキュリティハブのダッシュボードから各コアカウントの検出結果を一括で見ることができます。次にリージョンを切り替えて、 検知内容を確認すするることとでで運用負荷が増加しているという課題ですセキュリティハブはリージョンごとのサービスです。ですので、リージョン集約設定を有効化していなければ、毎回リージョンごとにセキュリティハブの検知を確認する必要が出てきてしまいます。例えば、12リージョン、13リージョンのセキュリティハブのスコアを確認しようとすると、それだけでかなり運用負荷が高まります。 ですので、セキュリティハブのリージョン集約機能を使用して、特定のリージョンから各リージョンのセキュリティハブのスコアであったり、検知内容を確認して、確認できるようにしておくと、かなり運用はスムーズにいきます。次に、検知後のアクションへのつなぎ方についてお話ししていきます。検知後のアクションにつなげるための動線として通知があります。例えば、まあ、メールであったり、スラック、 バックログなど、ケースに応じて通知方法を変えていく必要があります。例えば、メールやスラックなどの通知内容を、あごめんなさいメールや Slack などで通知内容を手軽に確認したい場合もあったり、バックログを使用して通知内容をチケット化して管理していきたいなのです。このように通知方法を選定するときは、 この通知を通して何がしたいのかという観点で通知方法を選ぶ必要があります、はい、次にセキュリティハブを運用していく中で陥りやすい課題について説明していきたいと思いますまずはセキュリティハブを有効化して通知もできるようになったが実際に通知させてみると思ったより通知が多いというパターンです セキュリティハブのすべての通知を受け取ってしまうと、やっぱりかなりの量の通知が飛んできてしまいます。このスライドに表示されているアーキテクチャですと、セキュリティハブの検知をイベントブリッジで拾って、それをトリガーにラムダで通知処理を行うという風ななフローになっているんですけれども、このイベントブリッジで、例えばセキュリティハブの重要度が <laughs>、 いまたはクリティカル以上、い以上またはクリティカルの検知のみをラムダで送信させるようにすると、検知の量を抑えることができます。次にケースに応じた検知の定義をしたい場合です。例えば、この OU またはこの 特定のアカウントの特定の検知の重要度をハイからクリティカルにしたい場合です。そういったケースで使用できるのが、このセキュリティハブのオートメーションルールです。このオートメーションルールは、先ほど言ったこの OU、またはこの特定のアカウントの特定の検知の重要度をハイからクリティカルに自動で変更するなど、カスタマイズ可能なルール、オートメーションルールとなっております。 また、重要度の変更だけではなくて、特定の通知のみ、自動で通知を抑制することができます。もう一つ、ケースに応じた検知の定義の解決策として、中央設定を紹介したいと思います。中央設定で何が嬉しいかといいますと、組織単位、アカウント単位で セキュリティ基準を有効化したりとか、コントロールの設定をカスタマイズすることができるという点が非常に嬉しい点です。この設定は管理するアカウントの数が多くなり、かつ各組織でセキュリティ基準であったり、コントロールをカスタマイズしたい場合に非常に有効な設定となっております。ですので、オートメーションルールと比較すると、より規模が より大規模なアカウント管理に向いている設定だといえます。セキュリティハブはタグの管理もすることができます。そうですね、例えば、ガードデューティーのランタイムモニタリングであったり、マルウェアプロテクションで使用される除外タグが AWS リソースに設定されているかであったり、そうですね、あとはコンフィグの自動修復機能を有効 実装している場合は、修復されないためにつけている例外タグとかですね、そうタグの確認をすることができます。ただ、現状、すべてのリソースに対応はしていませんので、使用する際は、使いたい、監視したいリソースがちゃんとサポートされているか確認する必要があります。 次に具体的な検知後のアクションについて説明していきたいと思います。基本的に通知を受け取ったら CCOE チーム、開発チームで分担して検知内容に対して調査、修正、抑制をしていきます。すべての検知を CCOE 側で対応してしまうとかなり時間がかかってしまいますので基本的にはまずは開発チームで対応してもらうのがいいと思います。 もしその開発チームで対応できないであったり、開発チームで対応していない場合には、CCOE チームと一緒に対応すると、開発チームも CCOE チームも時間を有効に活用できると思います、はい。では、調査はどのようにするのか、すると効率的なのかといいますと、結論、アマゾンディテク i v e を使用した調査方法がお勧すすめです。 Amazon ディテクティブを使用すると、より詳細な調査、グラフを使用した調査が可能となります。ただ、<laughs> Amazon ディテクティブを使用すると、それなりにコストがかさんでしまいます。ですので、セキュリティハブであったり、ガードデューティなどの個々のサービスで検知内容を確認する方法もいいと思います。特にですね、最近、ガードデューティー はえー、と検知内容を確認する用の、えー、マネジメントコンソールがあるのですが、そのマネジメントコンソール、かなり見やすくなりましたので、ガードデューティーに関しては、このガードデューティーのマネジメントコンソールから、えー調査内えー、検知内容を確認してもいいと思います。はい、次に、えー、セキュリティハブで、えー、検知内容を抑制する判断基準について説明していきたいと思います。 セキュリティハブで検知しているが、システム構成上必要なリソースの設定ですとかリソースの変更を、リソースの変更をすると、またその別の問題が発生してしまうケースもあると思います。こういった場合にはですね、リスクを受容して検知を抑制するといった方法も取ることができます。ただ、えっと、検知されたリソースが本当に意図した設定なのかは、 実際に目で見て確認すするのがいいいと思います、はい、ここまでで、えー、検知、調査、修正について説明していきました。ですが、セキュリティ通知は、検知内容や修正するだけではなくて、検知の傾向を分析して改善していくまでアクションをしていく必要があります。 次のスライド以降では、分析や改善について、具体的にどのように行動していけばいいのか、説明していきたいと思います、はい。まずは分析についてですが、なぜ分析をする必要があるのかといいますと、分析をすることで、具体的な改善のアクションを決定することができるといったメリットがあります。 例えばですね、セキュリティハブのインサイトを今回例に挙げていますが、このセキュリティハブのインサイトを使用することで、各 OU ごとであったり、各アカウントごとに検知内容、検知状況を確認するダッシュボードを作成することができます。このダッシュボードで検知状況を確認したり、検知の傾向を分析することができます。 今回は、セキュリティハブのインサイトを例に挙げましたが、このインサイト、多少見づらい部分もありますので、例えばクイックサイトを使用するとか、スプランク,にスプランクで分析するとか、もちろんオープンサーチを使用してセキュリティの傾向を分析する、こういった方法も取ることができます。次に、改善について具体的に説明していきたいと思います。 今回はセキュリティハブのスコア改善とセキュリティ意識の改善。この二つについてお話ししたいと思います。まずはセキュリティスコアの改善についてです。このセキュリティスコアを改善するには、例えばですが、スラックなどのチャットツールでスコアが良かったアカウント、上位3アカウントとワーストの3アカウントを スラック、チャットツール上で公開して改善を促すといった方法もあります。改善を促しても、スコアが改善しない場合もあると思います。そういった場合は、CCOE と一緒に改善していくと有効です。はい、で次に、セキュリティ意識の改善について説明していきます。<laughs> でなぜこのセキュリティ意識の改善が必要かといいますと、 セキュリティ意識が高いと、セキュリティ通知が飛んできて、すぐにリソースの設定変更を行うなど、具体的なアクションにつながりやすくなります。まあ、例えば、セキュリティ意識を向上するために必要なこと、例えばですね、ゲームでに参加して、実際に攻撃されるとどうなってしまうのか、体験することなので、体験したことによって、セキュリティ意識の改善につなげる、こういった方法もあります。 それでガイドラインであったり、ガードレール、実装、そういった統制を聞かせるキームをいくら作成したとしても、実際に動かないと意味がありませんので、セキュリティ向上に、セキュリティ意識の向上というのは、非常に大切な要素となっていきます。以上、400以上ある AWS アカウントに、統制を聞かせた経験から、セキュリティハブの活用方法についてお話ししました。 以上で私の発表を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、大林さんありがとうございました。と質問は今のところは来てないですかね。えっ、ー、と、その後えっ、ー、とニーさんの相談になりますが、えっ、ー、とその,その期間中でもえっ、ー、と質問随時受け付けておりますので、質問を思い浮かんだ時点でえっ、ー、と随時 Q&A のコーナーにえっ、ー、と投稿していただければと思います。 では、えっ、ー、と、続いて、えっ、ー、と、西さんの登壇に移らせていただきます。西さん、よろしくお願いします。はい。はい、共有大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。じゃあ、始めていきます。 はい、では、えー、HTTP ヘッダ観点で見るクラウドフロントというタイトルで、えー、西より発表を始め,始めてまいります。よろしくお願いします。はい、最初にざっと自己紹介で、はい、西洋平と言いまして、えー、ネットコムに入社してから、今は NT システム事業2部という大阪にある部署に所属をしていて、そこでお仕事をさせていただいています。で、えー、そうですね、今年、今年度の2024年の えー、オールサートのエンジニアにも選出をいただいたので、はい、資格もちょこちょこ取ったりをしています。で、ふ、え、だ、ー、は Web、えー、システムの開発運用チームのインフラ担当をしてて、システムが IAC で実装されてたり、s a a s で監視されてたりなので、その運用とか、それらのシステム改善ですね、メインに、えー、それらにメインで従事をしています。で、まあ、そんな中、業務の都合で、まあ、年一ぐらいでたまに、 サーバルサープリの開発をしたりとかもしてます。で、えー、業務以外だと、最近だと、上手友人の朝会に2、えー、度ほど登壇をさせていただいたりとか、えー、あるいは弊社オウンドのブログに記事を投稿したりとか、この結果のデザインスタディにも何度か登壇をさせていただいているので、えー、ブログであったり登壇であったりで、たまに外に出ていくみたいなこともしつつで、ふ、え、だ、ー、仕事をしています。はい、では。 えっと、早速本題の、えー、タイトルにもあるクラウドフロントの話なので、えー、まずそこのおさらいからで、はい、えー、Amazon クラウドフロントおさらいですね、えー。ではどういうものかというと、えー、AWS マネ、えージドでグローバル展開されている CDN サービスですね。コンテンツデリバリーネットワーキング、ネットワークサービスです。でえー、世界中に存在するエッジロケーションと呼ばれる拠点。 道にはリージョナルエッジキャッシュというのもあるんですけど、これらによって支えられていて、高い信頼性かつ低遅延なウェブコンテンツの配信を実現するためのサービスです。はい、でもう一つ、タイトルにあったクラウドフロントと並んで、タイトルにもう一人いるヘッダー HTTP ヘッダーについても、軽くおさらいをしていきます、はい。HTTP のメッセージにおけるリクエストと レスポンスの詳細情報やメタ情報であったりとか、あるいは追加で、システムで使う追加の情報を表現するようなメッセージ、えー、違うなっていう情報っていうものを表現するのがヘッダーですね。で例えばこれは、WWWGoogle コムにリクエストを送って、そのレスポンスに付与されているヘッダーですね。わ、はいまあ、かりやすいところでいくと、コンテンツタイプが テキスト HTML なので、HTML のファイルが返ってきたよとかっていうのが分かったりとか、デートですね。このリクエストがいつ送られたかみたいな、すごくシンプルな情報から、もっと複雑な情報とかっていうのがいろいろこんな形で表現をされるというものですね。はい。えー、では、これら、これらですね、クラウドフロントとヘッダーですが、じゃあどういう関わりがあるのかという話で、えー、話になっていくんですが、 クラウドフロントに関わる HTTP ヘッダの要例だと、取り扱う情報は全てではないんですけど、この表にまとめたようなケースであることが多いかなというふうに思いました。例えば、クラウドフロントに向けてのリクエストの時に処理される際に利用されることが多いものだと、X4 でと4とか、オーソライゼーション、ユーザーエージェントのような、これら、目にすることがある程度多いヘッダかなと思うんですけど、 リクエストが経由してきた IP アドレスを表現するものだったり、ベーシック認証で使うようなユーザー ID とパスワードだったりとか、あるいはリクエスト元のユーザーエージェント、ブラウザどんなブラウザー使ってんのみたいな話を表現するものですね。これらがリクエストの処理の時には使われることが多いかなと思います。で、た、えー、や戻りですね。リクエストに対するレスポンスに付与される場合は、えー どういうものが使われるかというのを考えると、主にはセキュリティ用途に使われるヘッダーが多いかなというふうに思いました。代表的なものだと、HTTP のストリクトトランスポートセキュリティ。なんで、ウェブサイト、ウェブサーバー側が、ブラウザやリクエスト側に、HTTP の代わりに HTTPS を使ってくださいねっていうのを課すヘッダーですね。であったりとか、 えー、クロスサイトスクリプティングとかインジェクションなどのこう攻撃を検知するための仕組みとしてのコンテンツセキュリティポリシーっていうヘッダーだったりとか、えー、どこから飛んできたかっていうリファラーですね。リファラーの情報を制御するようなポリシーでポリシーとかヘッダが。っていうのが、えー、主には付与されたり、操作されたりっていうのが、事例としては多かったかなと思います。ということで、えー、っと、じゃあクラウドフロントにおいて、 えー、ヘッダーを使って、えー、ヘッダーを活用する事例っていうのを考えると、まあ、代表的なものだと、まあ、大きく5つほどかなというふうに思いましたので、まあ、もちろんこれがすべてではないんですけど、これらを代表例として、順に一個一個、どういった事例か、どういった実,実現方法かっていうのを見ていこうと思います。はい、最初に接続元 IP アドレスに応じたアクセス制限を行いたい場合ですね。 いわゆる ACL 的なことをしたい場合ですね。えーっとまあ、最初に挙げておいてあれですが、クラウドフロントでそういった方をしたい場合っていうのは、AWS WAF を使うっていうのが一般的ではあるんですが、まあ、それ以外の方法を取りたいような場合ですね。まあ、開発の都合で一時的にこう細やかなケアをしたいとか、WAF のルール数に制約があるからちょっと細やかな対応は厳しいんだよねみたいなケースで、えー、こういったことができますという例ですね。 えー、クラウドフロントでは、クラウドフロントファンクションズだったり、ラムダエッジですね、いわゆるエッジ関数を使っての制限が可能ですね。でえー、先ほど挙げた X4D4 に送信元の IP アドレスが含まれるので、その IP アドレスの中身を取り出して、えー、例えば関数側、クラウドフロントファンクションズとかに、ワイトリスト的にこの IP と一致するんなら、えー、許可するよ、そうじゃなかったら弾くよっていう風な実装をしておけば、 えっと特定の接続元からのリクエストはオリジンに通してそうでないものには、えー、403なりを返すっていう風うな、えー、実装が可能かなと思います。で、これと同じことができるものとして、クラウドフロント用にはクラウドフロントビュー、クラウドフロントビューアーアドレスっていうヘッダーが存在していて、これも IP アドレスだったりとか、応答を取得、確認できるヘッダーなので、このヘッダーを使っても、 同じこともできますし、このヘッダーだと、コートを使っての、なんでしょう、制限みたいなのもの可能なので、まあ、より細やかなことができるかなと思います。はい、次の事例ですね。えー、ウェブサイト、ウェブサーバーにベーシック認証を施したい場合を考えると、はい、これはウェブサイトでの ID、パスワード情報をオーソライゼーションっていうヘッダーに付与してリクエストを送って、でその内容を判定するっていうものですが、 はい、これも同じくで、クラウドフロントファンクションズやラムダエッジでの実現になるかと思います。はいえー、エッジ関数で、えー、ヘッダーに付与された情報を判定して、えー、ID パスワードが一致するならオリジンに流すし、そうじゃなかったら403っていうふうな、えー、さっきと同じような流れですね。での実現が可能です。 はいここまではここまででクラウドフロントファンクションズだったり、ラムダエッジでの実現できるケースを取り上げたんですが、それでの実装であったり設定のポイントを少し考えてみようと思います。はい、ヘッダーの取り扱いは必要な処理と、その実行タイミングがそれぞれその、クラウドフロントでの実行タイミングがそれぞれ存在するので、それぞれのタイミングでクラウドフロントファンクションズであったり、 ラムダエッジで、処理を実行させることになりますでそれぞれのタイミングを見ていくんですが、まず、ビュー w e r r e q と呼ばれる、ビュー w e r リクエスト元からクラウドフロントへのリクエストをされた時のえー、それされたときをトリガーに起動する場合、ここでは、ここまでで挙げた ACL だったり、ベーシック認証を施したい場合に、このタイミングでの時間数の起動で実現する。 こととになるかと思いますあるいは後で触れるんですけど、ヘッダベースでルーティングを実現したい場合っていうのも、このタイミングになることが多いのかなと思います。はい、次ですね。オリジンリクエスト。クラウドフロントからオリジンへのリクエスト。まあ、オブジェクト取得のためのリクエストですね。このタイミングで操作したい場合だと、えーまあ、このタイミング、えーっとまあ、ラムダエッジで実現するみたいなことになるかと思います。 でここまで上りでここから下りなんですけど、えー、オリジンからクラウドフロントへのレスポンス、オリジンレスポンス、あるいはクラウドフロントから、えー、ビューアへのレスポンス、えー、ビューアーレスポンスと呼ばれるものですね。ここで例えばカスタムヘッダーをつけたいとか、セキュリティー用途のヘッダーをつけたり、まあ、操作をしたいという場合は、えー、この2箇所いずれかのタイミングでの関数呼び出しで実現をすることになります。 でえー、っとこの4か所のタイミングがあるんですが、えー、先ほどのクラウドフロントファンクションズとラムダエッジそれぞれ、えー、実,実行可能なタイミングとそうでないものがあったりするので、それをまとめるとこういう形になります。はいえー、っとクラウドフロントファンクションズは、えー、実はビューアーリクエストとビュー w ーレスポンスをトリガーにすることしかできなくて、かたやラムダエッジは、えー、ビューア e r r e q u オリジンリクエスをト オリジンレスポンス、ビュアレスポンスのいずれの、えー、いずれのケースでもトリガーに起動することができます。で、えーまあ、これだけ見ると、まあ、ラムダ1は全タイミングをトリガーに起動できていいじゃないかという印象になるんですが、えー、っと、で、かたやクラウドフロントファンクションズは実行時間、すごく短い処理、すごく短い時間で済む処理しか実行できなかったりとか、えー、コードサイズにも制約があるので、 えー、たくさんライブラリを落としてきてどうこうみたいなこともできないんですが、えーじっえー、実行する費用がラムダ1の6分の1であることとあと無料枠も存在するので、えー、基本的に CF2 で可能な処理っていうのは CF2 ででき,できないかっていうのをまず検討して、えー、複雑性が高い処理とかタイミングに制約があるんならラムダ1の検討を初めて始めるっていうぐらいでいいのではないでしょうかと個人的には思います。 はい、では次のケースに移るんですが、はい、クラウドフロントで、えー、ホスティングをしていて、オリジンへの接続を制限したい場合についても考えていきますで、えー。あくまでヘッダーをベースにやろうと思った場合になるんですけど、えー、こ,のこの場合はリクエストに付与されたカスタムヘッダーでオリジンのリクエストを操作をする、鑑定するという形になりますが、えーっと、この場合はクラウドフロントから来たリクエストのみを 許可するとか受け付けるようにオリジン側を設定する必要がありますね。まあ、この場合だと、特定のヘッダーでクラウドフロントから来たっていうのが分かるようにしていて、その情報ですね、ヘッダーの中身でクラウドフロントから来てるっていうのが分かれば、そのリクエストを処理するし、そうでなければ、リクエストを受け付けないっていうふうに分岐をさせる形になります。はい。で、今ヘッダーによる制御の例を挙げたんですが、 この場合はヘッダー以外にも結構やりようが多い事例なので、少し触れておこうと思います。はい、まず、オリジンが S3 の場合は、こちらの方が多分、多分というか間違いなく有名ですよね。オリジン、クラウドフロントのオリジンアクセスコントロールとか、オリジンア,ジンアクセスアイデンティティですね。で、S3 への直のリクエストっていうのは受け付けないみたいなことが実現可能ですね。 かた、えー、やオリジンが ALB の場合だと、えー、とこの場合は少しヘッダーを使ってもできることではあるんですけど、えー、クラウドフロントのマネージドプレフィックスがさい最近割と最近公開されたと思っていて、えー、その特定の IP 体ならクラウドフロントからの IP だということが判定できるので、えー、それを使って、例えばセキュリティグループのルールにすることもできますし、まあ、この この本発表のテーマ的に言うと、h t t p h a t の x4 で4なりで判定してアクセスを制御するってことも可能です。はい。で、まあ、もちろん、alb の場合は、alb にバフをアタッチして、そこで ip なり、ヘッた制御で、えー、アクセスを制限するってことももちろん可能です。はい。では、オリジンへの接続を制限したい場合っていうのは、ここまでで、はい。次は h t t p h a t ヘッダーをベースにルーティングを行いたい場合ですね。これはリクエストに付与された特定のヘッダーの情報をもとに対応するオリジンルーティングを行うというもので、例えば複数のオリジンとかサービスが存在する場合にヘッダーに応じてルーティング先向け先を変えるということが可能です。はい、例えば X サービスっていうヘッダーがあってオリジン B を指定している場合は、クラウドフロントファンクションズなり エッジ関数でそのヘッダーを見て、それの内容に応じたオリジンへリクエストを流すという形になります。ですので、これも若干繰り返しですけど、ヘッダーとその内容に応じて振り分ける先を制御したいようなケースで活用が可能なユースケースになるかと思います。はい。で、このヘッダーベースのルーティングについてもう少し考えるんですが、クラウドフロントの オリジンが ALB の場合は、クラウドフロントファンクションズとかこう、エッジ関数で完結させることももちろんできるんですが、クラウドフロントから後ろにひとまずリクエストを通して、クラウドフロントのオリジンでさらに先のオリジンへの振り分けを判定させるということも可能です。で、この場合、ALB がオリジンの場合は、クラウドフロントから ALB に ヘッダーを伝播させて AL のリスナー、ALB リスナーのカスタムルールで振り分けをさせるということも可能ですね。こういった場合は、クラウドフロントからその後ろにヘッダーを伝播させるという必要があるんですけど、次はこのヘッダー電波の設定について少し見ていこうと思います。はいえー、次ですね、実装設定におけるポイントで、ヘッダー電波についてです。 クラウドフロントのオリジンへのヘッダ電波には、2つのポリシーをクラウドフロントで設定して、制御をしてあげる必要があります。で、その2つのポリシーというのが、キャッシュポリシーですね。これはキャッシュさせるクエリ文字列とかヘッダクッキーを管理するもので、もう1つがオリジンリクエストポリシー。これはクラウドフロントがオリジンへオブジェクト取得のリクエストを送る際に送信、付与する情報を管理するものです。 はい。この組み合わせでえ、ビューアーリクエスト。ビューアーからクラウドフロントへ来るリクエストから、えー、オリジンリクエスト。クラウドフロントからオリジンに向けてのリクエストに伝播されるヘッダーが決定をされます。で、その組み合わせがこちらになっていて、まあ、若干複雑になっているんですが、はい。縦がキャッシュポリシーで、横がオリジンリクエストポリシーですね。 それぞれ、こう、特に設定をしない場合、all、す、ま、べ、あ、て許可する場合、ホワイトリスト的に許可するリストを作る場合、あるいはブロックするブラックリスト方式ですね、の場合がそれぞれ存在します。で、個人的に特に注意する点だなと感じているのは、まず、キャッシュポリシーのブロックリストですが、キャッシュポリシーではヘッダーの許可はできるんですが、ブロックはできないので、 何か通したくないヘッダーがある際は、オリジンリクエストポリシーでの制御しかできなくて、キャッシュポリシーでの特定のヘッダーだけ弾くということはできないということをまず注意するポイントかなと思います。で、次が、えっと、キャッシュポリシーで許可をしているが、オリジンリクエストポリシーでブロックをしているもの。この組み合わせの場合は、キャッシュポリシーで許可しているものはすべて オリジンにリクエストとして伝播してしまうというものなので、えっと、を取るわけではなくて、優先度的にはキャッシュポリシーの方が、オリジンリクエストポリシーのブロック設定り強いので、この点は注意が必要な点かなと思います。はい。ここまでが、えー、オリジンに向けてのリクエストですね、についての話だったんですが、ここから下りですね、UI のレスポンスにおける 取扱いについての話を少しだけしようと思います。はい、えー、リクエストでの付与やルーティングだけじゃなくて、UI のレスポンスヘッダーもクラウドフロントでは制御が可能です。で、えー、そのためにはクラウドフロントにレスポンスヘッダーポリシーという機能があって、この機能を使えば UI レスポンスに特定の HTTP ヘッダーを付与することが可能になってます。はい、で、す、え、べ、ーまあ、てのあらゆるヘッダーが 扱えるわけではなくて、まあ、代表的なものは扱えるんですけど、はい。レスポンスヘッダーポリシーで付与できるヘッダー例としては、冒頭で挙げたようなセキュリティヘッダーですね、HSTS などをはじめとする、セキュリティヘッダーであったり、クロスオルジンリソースシェアリングを有効化にするためのヘッダーであったり、ブラウザ側でのキャッシュ制御をさせるためにエクスパイアとかですね、を指定するためのヘッダーですね。これらが、このレスポンスヘッダーポリシーという機能では、 制御すすることができます、はい、でもちろんここに含まれないものは、もうじゃあ何どうしようもないのかというと、そんなことはなくて、えー、同じく時間ジ数ですね、クラウドフロントファンクションズであったり、ラムダエッジによるヘッダ付与ももちろん可能です。はい、というわけで終わりですが、クラウドフロントのウェブコンテンツ配信では、HTTP ヘッダーを活用することで、幅広い機能を提供することが可能です。 ヘッダーで扱われる情報は、クラウドフロントに関する要例では、えー、接続の元 IP だったりとか、ID パスワード、ユーザーエージェント、あるいはセキュリティー用途のヘッダーであったり、えー、システムで使うような固有のヘッダー、まあ、ルーティングとかの事例で挙げましたが、えー、それ用にそれ用に設定するヘッダーであることが多いですで。これらの取り扱いっていうのは、クラウドフロントファンクションズやラムダエッジのようなエッジ関数であったり、 クラウドフロントそのものの設定で、えー、ヘッダーを操作することで実現が可能ですで。それらを実現するんですが、実現する内容によっては、オリジンとなるサービスへのヘッダー電波設定、キャッシュポリシーと、えー、オリジンリクエストポリシーですね。それらの設定を適切に組み合わせて、えー、正しく設定する必要があります、はい。では、私の発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。 はい、西さん、ありがとうございました。